はい、今回はね、デネブとムツ、そしてワイキキの評価をぶち下げていきたいと思います。なんでワイキキもかっていうと、まあ天板とかやると多分ぶち下がっちゃうんですよね、自然と。下手くそが出ちゃうんでね、こうやってこんな風に。多分もっと上手いやり方全然あるけど、仕切らねえんだよ反射で。ここをしっかり倒してハマりたいって思っとうけど、ほら、いけた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 、ほんと、おら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 。で、次、まあ2体とも転送壁あるんで一応連れてきたって感じ。デネブに関しては、まあバハムート、あれなんかね、バハムートアルファみたいなやつ、おやべやべやべ、やっちゃったやっちゃったにキラーが乗るかなって感じぐらい。もうほんとね、いい使えるとこないですよね、なんか簡単なとこしか。なんでしっかりと見せれるとこで見せていくしかないと。これ綺麗にちょっとずつ残ったね、迷惑に。どうしよう、とりあえずか。そう、来た、おい来た。これね、反射、これ基本貫通前提作ってるクエストなんで、まあ結構めんきこんなんなったらよ。殴って友情出せれば御の字。あー、まあでも1体残るやな。次もちょっときちいもん、よいしょ。あー、かん、なるほどね、ちょっと残ったか。そしてこのウィンドウがないんで結構きついな、はまれんやろ。よいしょ、まあ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 、はまったところでよ。これ貫通変化使う、貫通変化使ってもいいんやけど、これはまりいった方が倒せるんじゃね。あね、やっぱ一応キラー乗るんでね。はい、ボス来ましたね。まあなんだかんだ転送か、まあ、こんな感じの性能とこんな感じの性能で、ワイキキは下手くそ、そこまで言わんでもいいやろ。よいしょー、でしっかり倒していく。こっからね、デネブ反射はまれる、この角度ちょっときつそうなんだよな。これくらいかな、はまれるかな。よいしょー、あ、いいやいいや、やっぱそこそこ出るね。バランス、超バランス型なんで。これちょっと無理だな。なんで弱点だけ移動して最悪。まあね、ちょっとはまれたんで余裕はあるし、友情も結構通るんでね。ぶち下げるぶち下げる余裕でね、まあぶち下げることはないんですけど、これもいいんじゃない、普通に殴って多分。うん、クリティカル出るんで、クリティカルが強い、やっぱなんか強いって、クリティカルが強い。どうしますかな、これ。この配置は本当によろしくない。2体ぐらいやれればいいか、あ、2体でも友情で多分3体目ぐらいやれるんじゃない、左だけ残るようなイメージやけど。そうか、そうだよね、やっぱ。でデネブデネブなんでね、これまた、いやー、 SS 使った方がいいか。 V の字切り、逆 V の字切りする。あ、まあでも友情出した方がね、多分効くかな、少しは。ああ、SS やっぱちょっとあんまりやね。避けた避けた避けた。避けたはいいけど、これあんまり良くねえな、配置が。はまれよね、多分これ。あ、抜けた。抜けた。友情強っ。ゆっくりなんでね。うわ、でもこれきっついな。やれるか ?2 体。やっぱ2体か。3体や。友情でやってや、3体。せいぜい。あ、ごめんなさいだ。ミスったわ。さすがにミスったんで、どうしようかな。でも友情でやれるか。慌てんでも倒せんじゃねえかな。倒せると願いたいね。
超バランス型のこの殴りで よいしょ、おい、クリティカルで、クリティカルが強い、やっぱ天馬は運気拾ってってね、これね、なかったら倒せなかったんじゃねえかみたいな、ほらこんなことなるっしょ。どうしよう、え、これ無理やな、角度的にこうやけはまらんこともなさそうないけど、まあまあまあしょうがない。逆にもうガッチリにいったら倒せんだこれ。おい、いや強いわやっぱキラー乗るん で、あとクリティカルねまあでもこんな感じで、まあ、まあ評価ぶち下がることはないけど、ヤクモがいたら使わないよねって話です。以上です。